1977年の泉川駅と周囲約500メートル範囲。右上が中市別方面。駅前に小さなロータリーが見える。駅裏とは駅舎前の構内踏切がそのままつながっていた。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成泉川駅はかつて北海道の付郡別海町泉川に 設置されていた北海道旅客鉄道死別線の駅である。電報略号はいつ。戦前は全く人が住まない山奥の地帯であったが、戦時需要によって木材等の資材や沿線基地への人員輸送が増加すると、交換設備を有する隣駅まで 22.5km も離れ、さらに途中最大傾斜25%パーミルの峠越えを有する。 この時間のかかる区間に交換設備が必要となり、中間地点に近い、この場所に、泉川信号場が設けられた。戦後になって1951年から満州からの、引き上げ者がこの地に入植し、翌年に当駅が開設された。入植は1955年頃まであり、当面の生活の糧として、原木や木炭を当駅から搬出していたが、資源枯渇により、 出荷量が減り続けるとともに人口も減り、1961年には貨物の取り扱いが廃止となった。残っていた入植者は落農業に転換している。駅付近に遊水があり、泉川と呼ばれていたため開設時に名称として採用したものである。相対式ホームに面2線を有する列車行き違い可能駅であった。駅舎は校内の南東側の中よりにあり、 駅舎と各ホームは中標津側端部で線路上を横切る形で連絡していた。貨物及び荷物取扱い廃止までは、駅舎横のしべ茶寄り敷地が貨物積み下ろし場として使用され、駅舎側ホームは島状になっており、ホームと敷地間にしべ茶側から止め置きを兼ねた貨物積み下ろし線が引き込まれていた。また、駅舎と反対側のホームが石造りなのに対し、 駅舎側ホームは鉄骨製器板張りの簡易型であった。国鉄末期の無人化後は駅舎側のホーム及び線路が撤去され防線化されていた。泉川明信号場に関するカテゴリー。ありがとうございます。